神戸正尾4月19日から1959年10月16日は、愛知県一宮市出身の法学者、経済学者、政治家、文化功労者。日本における消費税提唱の先駆者として知られる。1877年、愛知県一宮に生まれる。旧姓愛知一中、三校一校を経て、1900年東京帝大法科、大学政治家。 大学院卒。その後京都帝国大学法科大学助教授に就任。1904年ドイツイギリスに留学する。海外渡航が極めて困難な時代にあって、視察旅行とは違い実際に現地に居住し、学級できたことは神戸の人格形成に大きな影響を与えたと言われている。もともと誰に対しても温厚であったが、とてもユーモアを好む人物ではあり。 それは、留学により身につけたダンディズムと融合し彼の生徒や各方面の著名人に慕われた。帰国後の1907年京都、定大法科大学教授に就任。翌1908年31歳で法学博士号を取得。新国とヨーロッパにて学術調査を実施。1917年京都大学法科大学長に就任。 1919年経済学部を法学部から独立させ同学部の教授となる。経済学者としては、現在採用されているような諸政策を、中央集権が強固だった当時から、すでに提唱している。主なものを以下に挙げると、1921年経済学部長に就任。1928年、租税研究によって、帝国学士恩師賞受賞。 1930年に帝国学士委員会員に、に、京都大学を退官し、関西大学学長に就任し、京都大学から名誉教授の称号を与えられる。1944年関西大学学長を退任。1947年、第二次世界大戦後の第一回目となる全国知事市長公選において、京都市長に立候補、当選する。 在任中には第二大全国市長会長にも就任。1950年に地方行政調査委員会議議長に就任するため市長を辞任。辞任に際してはすでに老齢で自分の理想とする姿勢の10分の1もできなかったと家族に悔しさを漏らしている。しかしながらハイデルベルクのような学術と思想や古い街をそのまま観光資源と捉え、 京都独特の町人のご助風習を姿勢に利用する努力もし、結果として早くから福祉の進んだ都市とするなど、戦後の京都市政の基礎を作り上げた功績は否定できない。市長引退後は執筆活動や関西大学顧問として晩年を過ごし、1953年に文化功労者。1959年10月、82歳でボス。 死後は、市長時代に建造した、無宗教支援墓地に埋葬された。この墓地もつい最近一般に受け入れられ始めた、スタイルで、墓標のないコンクリート多層構造で、当時の人々からは、理解不能な、そっけない墓である。なのでまず自分が真っ先に入り理解を得るとして、完成前に購入し公表していた。ありがとうございます。